ナオトさん、レインボースター10個ありがとうございます。少ない。30分、90分、30分です。そう、明日は劇場公演なのでこの予定にしました。なんかね、そう、前後しちゃったら多分あれかなって思ったから、うん、なんか余裕を持てる時間で、そう決めました。私29日も多分こんな感じになっちゃう。わーんわーんって感じでお願いします。確実なスケジュール。でも私のポイントはやっぱり90分を作ることによって4周をしていただこうという、はい、気持ちです。ポイントこれがポイント。キャッチフレーズ聞きたいです。私が質問したらセナタンって言ってください。はい、あなたの一番星は。セナタン、ありがとうございます。朝一チーム B ドラフト3期生のセナタンこと石渡セナです。という自己紹介です。そう、変えたんですよね最近セナタン、こんばんは。そうなのです。やっほー。夢を見る。セナタンめっちゃこまごま配信してるのいいですね。だってありがとうございます。カウントだけでもお願いしますこんばんは。同じ2月生まれとして応援します。嬉しい、ありがとうございます。2月生まれ。お腹すいた。だってご飯食べてないの。こんばんは。ご飯食べてよ。私はすごい努力家だって。ありがとうございます。カウントだけでもぜひお願いします。私はピーマンとお肉と豚汁食べた。豚汁っていいよね、おいしい。里政さん、タコ10個ありがとうございます。アボカド好きだよ、うん、直人さん、熊田はありがとうございます。今日もありがとう。
50カウントしました、頑張ってね。セルリングさんめっちゃ好きです、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。ありがとうございます。熊田は趣味だって、趣味はあー YouTube を見ること。はい、いいね、ドラムね、かっこいいですよね、ドラムって。29日の僕ってキッパチ使って当たったから会いに行くね、だって待ってます。キッパチ今月までだったの、キッパチ。とりあえず星を投げ切った、ありがとうございます。今日の合間 YouTube たくさん見た、おおいいね。 YouTube は一番好きなのは平成フラミンゴさんです。もう少し前からもずっと平成フラミンゴさんが一番好きでよく見てます。いつからだろうね、わかんないけど。あとはクレマグさんも好きです、クレイジーマグネットさんとか、ワンバンザイさんも見てるし、いろいろ。エイフラライブやってるよ、うん、通知来たし、インスタものストーリーでも書いてたから300万人。300万名様星投げたよ、ありがとうございます、ありがとうございます。少ないですが50カウントさせていただきました、だってありがとうございます、嬉しい。300万人早ね。でも私がね平成フラミンゴさんを知った時にはもう100万人近かったから、100万人近かったか100万人こうやってすぐかぐらいの時だったから、そう全然そんなに最初から見てるわけじゃなかったけど、めっちゃ見ます。こんばんは、なんか夜になるとさ照明が眩しい照明が眩しい。やっほー、照明切ってみてって。カウント毎回66が偉いな、なんで66はダメなの。全然違うでしょ、大事なの。千葉メガさんラブレター10個ありがとうございます。こんばんは。これ青みがかってるよね、これが一番いいんだよ。思ったより眩しい、そうだって10にしてるんですよ。なんかほら少なくできるんだけど、私レベル10にして10にしてるから悪い。コウタさんタコ10個ありがとうございます。そうでもね違うのよ、なんかこのスマホをセットしてるスマホスタンドにはライトがついてないから、また別のあのスタンドなんです。それをそう持ってきてここに立ててやってるから、
からね、このイベント期間終わったらなんかまた暗い暗めの、そう、もう自分の部屋の電気のね色になるんですけど、ちょっと一個だけ減らそう。まだいけるねまだいけるね。これ機材自分持ち、自分持ちってどういうこと？自分で買ったよ。もうねこのねリングライトはね最近買った、つい最近。サンプラーって何？効果音出す機械、え、すごい、ガチだ、ショールームガチ勢でもなんかなんだろう、エコーかかってるのは聞いたことある、日野さんの声がコロナプラカード見てないよ、最近聞いてもないのにさ、なんか出てきたなぜかわかんない。ピンポンとかいろいろ準備して、すごい、そんなのあるんですね。どうやってやるかわかんない、逆に。お話ししたことあるの？ないです。お会いしたこともないです。ちょうどちょうどだったんですよ。そう、ちょうど私がショールーム審査、オーディションのショールーム審査の時に卒業コンサートやってらっしゃって、ちょうど入れ替わりだった。そうなのなんでよ、わかんないでよ。ひななさんに、ひななさんって言ってたね、ひななちゃんでもなくなってたけど、あ、ひななさんに直接指摘されちゃったらちょっと頑張る今ちょっとまだできないまだできないショールーム審査、ショールーム審査あったんですよ、私の頃は。機械に詳しいんですか？あまり機械わかんないな私そう、24番だったんです。そうです、そうです。何でからって何？わかんない、何ですかそれ。やばいやばいやばい、目に髪の毛入った、痛い。1案のカウント完了です、ありがとうございます。てか明日どうしよう、こんなさ長時間、長時間っていうかさ1時間半危ない配信するのにさ、でもさすがにメイクはしないとさ、もうあれだよね。だけどねメイクしたくないな公演の前、公演何早くかメイクしたくないな、公園、公園の。でも一回落とすのはちょっとあれだよね。でもメイクするんだよ絶対。
そう、メイクするのがめんどくさいのは、まあもうそれはもう毎日のことなんだけど、何があったって毎日メイクは面倒なんだけど、違うの、公園があるから、そう、公園の前に、そう、リハ終わったらさメイクしたいじゃん。最近メイク早くなったからリハ後でも間に合うようになったんですそう、どうしよう、まあ、崩れてたらちょっとメイク落とすか明日。余裕じゃない、だって顔が暗いんだもん顔が暗いんだよね。クマがね結構何しててもあるから、そうそう、だから何しても消えないから、あのすっぴんの時はね、メイクの時は隠そうと頑張ってるけど、まあ隠れてないみたいなところはあるけど、それはスルーしといてコンシーラー一応ね、いろいろね買って試したんだけどね、よく自分でわからないまま諦めた。音響やってるんですか、すごい、すごっ、最終ありがとう。すごい、そんなに楽しそう。星集めしたから50カウントしとくね、ありがとう。ありがとうございます、こちらこそ。さっきーさんよりメイク、さっきーさんってメイク遅い、あ、さっきーさんメイク遅いか。この前一緒に公園出た時は覚えてないわ、私メイクしてっちゃったんだっけ、忘れちゃった。ってことでランキング読みます。次の枠は22時45分からなんですけれども、3週枠になります。ここが3時間空くので、でもなんか多分星休みギリギリかもしれないけど、3週枠です。一応お願いします。できる、3週できる方は3週お願いします。ではランキング読みます。13位ラオポーさん、13位セナタのローバさん、12位 KBU さん、11位アカーナのソルチさん、10位チョソ、9位アルゴンさん、8位ガーリックジュニアさん、7位ユーミリン、6位ビワさん、5位ナミーさん、4位サトマサさん、3位チバメガさん、2位コウタさん、1位ナオトさんです。ありがとうございます、ありがとうございましたということで次行けないかも、 OK、 ありがとう、今日もありがとう。次はもうすっぴんなんですけど来てくれたら嬉しいです。また